はい、テレビアニメ三角窓の外側は夜、舞台挨拶付き先行上映会にお越しいただき誠にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、改めまして、帝光介役島崎信長です。本日はよろしくお願いします。はい、冷川理人役を演じております畑野渡です。よろしくお願いいたします。そして、はい、日浦エリカ役の安西千佳です。今日は楽しんで、あ、もう楽しんでくださったのか。よろしくお願いします。はい、半沢裕樹役の三上聡です。よろしくお願いします。1話2話ご覧いただいたと思うんですが、いかがでしたでしょうか。楽しいな。ありがとうございます。食い気味でちょっと拍手ありがとうございます。よかったよかった。いや、心配で心配でしょうがなかったですよ。特に畑野さんね。そうなの。冷川さんがね、冷川がもうね、えらいことになるでしょう。なんかもうすぐ出てきてはね、はい、クリエイターの皆さんがね、こう力を注いで時間をかけて作ってくださったってことで、ね、いや、いい出来でしたよね。ねえ、ね、怖かったし。怖かった。でも絶妙な怖さでした ね、 ね、もうキャーにはならないけど、うんうんうん、うわーみたいな怖さがすごい、うんうん、ちょうどいいというか、ちょうどいい絶妙な怖さだなって思ってみました。私はなんか三角のいいとこですよね、うんうん、こうパニックホラーみたいに急に出てきてわーでキャーでギャーとかじゃなくて、うん、あのシャワー浴びてるやつみたいな感じじゃなくてね、そうそうそう、ひたひたとなんかいる気がするみたいな、うんうんうん、隣にいるようなみたいな、確かに、まあ、そんな中全然その信じない人っていうところでは半沢さん、半沢さん、三上さんは見えないしね、信じてないし、何やってんだお前ら、ね、すごい同時なさでしたね結構重要だったりもね。そうです ね、 しますからね。確かに、はい、あとあの日浦エリカの、はい、あの呪いの言葉ね、あれ同時に撮ったんでしょ。あれいや、すごかったです。まさかテレオで怖ーと思いました。どう発生してる怖かった。あんな普通になんかこう駅とかを聞いてて、うん、明るく話してるのに、そう、裏では呪っているっていう、ね、あとあの冷川さんの、うん、やっぱ顔がずっとマジで目がずっとマジでこの作品好きなあのマネージャーさんも担当会でも結構いて、で事務所であのまあオーディションの結果が来た時にすごい喜んでくれて、いやもう畑野さんぴったりっていうから、別にどこを指し演じながら冷川のどことそのぴったりだって言ってくれてるのか、なんか複雑な感じになりましたけど。いやでもそのぐらいやっぱり近くで畑野さんを見てくださってるマネージャーがぴったりって言うからには確かに目がずっとマジですよね彼はね。第1話もう忘れられないのが、あの音響監督さんから、はい、畑野くん家で頑張って練習してきたやつ全部忘れてくださいって言われてはぁはぁって、一緒に撮ってるんだけどなんかこう別撮りしてるような会話になってないような、であとなんかね乗りすぎって言って、そういう説得力とかもちょっとないような、芯がなくて会話もしてなくてみたいな、そのね、畑野さんずっとこれは大丈夫かなって聞いてもらった人になんだこの下手くそな役者はって思われないかってめちゃめちゃ心配しましたよこれ本当に。いかに成立させないかっていうところをあの演出してくださったんですよね監督さんが。まあなので、まあある意味勇気を持ってあのキャリアの全てをかなぐり捨ててあのいやでもなんかこうちょっとずれた会話っていうのをちょっとねやらせていただいております。そして半沢さん、はいはい、かっこよくないですか。かっこいいですか。いや、めちゃめちゃかっこいいですよ。アニメで見てなんか余計に動きと声ついて、うん、なんかこうなんでしょう、もうちょっとこう若々しさとか行動力も感じて、僕はですけどアニメ見て、はいはいはい、なんかめちゃくちゃかっこいいな半沢さんって。かっこいい、なんかセリフがかっこいいじゃなくて、なんか存在がかっこよくなればいいかなっていう、ね、本当にすごい人って力が抜けてる人が多いイメージが僕はあって、かっこつけないとか意識しないというか、なんかその感じが半沢さんから漂ってまして、ね、懐の深いなんかね、不思議な魅力がありますよね。ね、あんまりこういった役ってあんまりやったことがなかったので、そうなんですか。ね、初めての1話で最初のテストの後がもうドキドキ、なんて言われるんだろう、そうだったんです、なんて言われるんだろうみたいな、あ、そんな感じでって言われて、よかった、まあ、と思って。僕らはね、でもずっとテンション上がってましたよ。三上さんはじめ
あとまだ全員今日がキャスト発表されてないんですけど、うん、すごいメンバーがどんどんすごいですいらして、そうですよね、はい、本当に豪華メンバーですよ ね、 なんかいい吹き替えの映画見てるような気持ちで外国映画のような ね、 ね、本当そういうメンバー先輩方とねご一緒できたの嬉しかったですし、ぜひ、ね、収録はねでも別々だったので、だから例のあの人の声はまだオンエアでしか見れないのかな、あーなるほどそっか、それも楽しみですね。ねえ、ね、皆さんこんにちは、帝光介役の島崎信長です。帝はですね、いわゆる霊が見えるっていう人なんですけど、でもその霊が見えるっていうことを基本的にはね、誰にも言えずに、で怖いっていうこともやっぱ言っちゃうと変な感じになっちゃうじゃないですか。怖いってことすら言えずに、ずっとその抑えてきたっていう人なんですけど、そんな帝が冷川さんに出会いまして、で冷川さんがいきなりね、あなた僕は運命なんだよみたいなことを言ってきたりとか、しかもね、こう自分といれば怖くなくなるよっていうことを言ってくれたりしてっていう、そんなね不思議な人、はい、心霊探偵的なことをしている冷川さんと出会うことで、帝くんの人生が運命がどんな風に変わっていくのかという、そんな物語になっております。冷川さんはなかなかこういろんなことがあってね、こう一筋縄じゃいかない人なんですけど、帝くんはねその分もめちゃくちゃまっすぐで素直で、本当にこう相手をなんていうんでしょうね、偏見なくこう見たものを正面からちゃんと受け止める人っていうんですかね。だからこそ冷川さんはじめ、さまざまな事情があるこう癖の強い人たちをつないでいくようなね、はい、そんな人なんじゃないかなと思っております。皆さんこんにちは、冷川理人役の畑野渉です。私の演じる冷川という役柄はですね、除霊師をしておりまして、数々いろんな事件をねきっと解決してきたんだと思うんですけども、帝と出会うところから、書店員なんですよ、帝くんと出会うところから物語がスタートして、この冷川というキャラクターなんかね、ちょっとコミュニケーションが独特というか、当然日本語でコミュニケーションしてるんですけども、なんかちょっとズレがあるというか癖がすごく強いんですよ。でなんでこんなキャラクターなのかというのを多分ね、順番に見ていくと皆さん気になると思いますんで、そういう方はぜひ最終話まで1話たりとも逃さず見ていただきたいと思います。どうしてこんなキャラクターなのか、そして、なぜ帝と出会ったのか、いろんな理由がですね伏線となってこう綺麗にまとまってくると思いますので、ぜひ皆さん最後まで見てスッキリしていただきたいと思います。皆さんこんにちは、日浦恵梨香役の安西千佳です。私の演じる日浦恵梨香というキャラクターはですね、呪い屋をしている女子高生というすごく特殊なことをしている普通にいそうな女の子っていう二面性がねすごく強い女の子なんですけれども、その呪い屋をしているどこにでもいそうな女の子が帝そして冷川とどのように、関係性を築いて、関係性をまず築くのかとかね、いろいろなんか組み合わせが不思議なメンバーだと思うんですけれども、どのように物語が進んでいくのか、ぜひ、ご覧いただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、半沢博樹役の三上聡です。半沢という男は、ご覧の通り刑事です。目にね見えるものだけしか信じないという、この信じない心というのがこの作品においてすごく、重要になってくるかなと思うので、皆さん楽しみにしてください。あと、若者2人を見守る大人としてもね、彼が半沢さんがどのようにこう付き合っていくのか、また何かあったのかなというかね、いろいろあるので、皆さんそこら辺も楽しみにワクワクドキドキしながら待っていただけたら幸いです。三角窓の外側は夜、見てねー。